あミスターマイアミさんどうもこんばんは、えー、日本はね今24時過ぎましたでミスターマイアミさんからの朝の動画を頂い,いてまあ私がね、えー、お伝えしている通りにやったら再生が6倍になったというね本当に私も嬉しいなと思いますで私はねミスターマイアミさんにあの前もお話したと思いますけどもすごくねあの何ですかねデメリットがメリットになってるところがあるんですよその一つがあのマイアミにいらっしゃるんであの例のやつっていうね案件ができないじゃないですか 例ののやつががででききなないい日本式の自己アフィリエイトができないだから選択肢を削られて YouTube しかないっていうふうになってきて YouTube を一生懸命やるってことになったと思うんですよねで。これ非常に素晴らしいことです。YouTube しか突破口がないと思う。YouTube しっかり掘り下げると思うんですよ。でも残念ながら逆に日本の会員さんはあの例のやつもできるし自己アフィリエイトもできるしでビジネスを真面目にやることもできるしと思った時に例のやつを選ぶんですよ。例のやつを選んで,で資金と時間の余裕ができた時に 他のことをやれば別なんですけどもやらないんですよねやらないんでやっぱりその例のやつ依存になってしまって例のやつのねちょっとこう様子がおかしくなったら急に取り乱してしまったり生活のリズムを壊したりとかお金のことが気が気でなくて毎日心心にやらるとなっちゃってだからねビジネスってここハートを鍛えることでもあると思うんですよ YouTube っていうのを量産すると心が鍛えられると思うんですよ。もちろん評価とかもね あのサムスダウンとかあったりコメントとかで嫌なこと書かれたりするっていうところでも心を鍛えていくことができますので放置してお金を増える方法って心が鍛えられるんじゃなくて心がどんどんねどっちかっいうと荒んでいきますあのなるべく楽をしてお金を作ろうとか自分が何かをやったわけでもないのにその例のやつを誇ってみたりとかになってくるんですよねそうならないためにもやっぱり私はコツコツ自分の力で 何かができることに感動する日々を送っていただきたいなと思います。ミスターまやめさんはね、私が見るこの3ヶ月ぐらいの中で、あの最も自分の力を自覚して伸ばした方だと思うんですよ。まだまだこれからどんどんいけると思います。ただまあね、あのだけ海外駐在員さんとしてのお仕事大事なお仕事もあると思いますので、えー、そちらの方も大事にされながら。 あね、今月は300本目標にしていらっしゃってて確かにこれいくなとは思ったんですけどもんあの数を生かせるために他を壊さないようにもね配慮していただきたいかなと思いますよねまあミスター・メンさんは結構なあのレベルアップを積んでるんで今度は逆にねちょっと抑えていきましょうみたいなこともね言わせていただきますだとはいって抑えないでくださいね一生懸命やってくださいね <laughs>、えー、まずは数ですから数は力ですから力は金ですから。 うん、こういうことを田中角栄元総理もね言われてましたけどねはいそれでは今日も頑張っていきましょう失礼します。